次に田村憲久君。田村君。おはようございます。自由民主党の田村でございます。大臣所信に対する質疑ということでございまして、約50分間今日はお時間をいただいておりますので、しっかりと質疑をさせていただきたいというふうに思いますが、まずですね、民主党の選挙の時のマニフェスト、この障害者施策に関して総合福祉法というものを作る、自立支援法は廃止する、こういう文言がございました。でその後ですね、自民党公明党そして民主党が入っていただいてですね、この障害者自立支援法、これを一部改正をいたしまして、いわゆるつなぎ法案なんて言われ方をしておったわけでありますけれども、法律改正をいたしました。で我々の認識ではですね、やはり障害者自立支援法を廃止するという民主党の一つのマニフェストの考え方、いろんな考え方の中の根幹といたしまして、我々は応能負担だとは思っていなかった、応能負担だと思っていた、んですけれども、応益負担、という形であるであろうと。だからこれを応能負担にしなきゃならないと。能力に応じた負担にしようと。こういうような中で自立支援法を廃止して、総合福祉法というものを作ろうというような話であったんであろうな。それだけじゃありませんけれどもね、こういう話だったんであろうと思うんですね。すると、今回のつなぎ法、前回の一部改正法、自立支援法の、これにおいて、我々は、完全に応能負担、つまり能力に応じた負担ということを中に書いてあるわけでありますから、応能負担になっておる、名実ともになったというふうに認識しておるんですが、これに関して大臣はどのようにお考えでありましょうか。小宮山大臣。今田村委員がおっしゃった点はその通りだというふうに思います。で障害者自立支援法は、これは法律上受けたサービスの内容に応じて利用者にご負担いただく応益負担であったと、そのことがやはり障害者の自立をかえって阻害をするというご意見もありましたので、その中で応能負担という形を取りたいというふうに考えておりまして、今回のつなぎ法の中でその点についてはおっしゃる通りだと思います。ただ福祉法の中にはおっしゃったようにその点だけじゃないものも含まれているということだというふうに思っています。田村憲久君。全体のところは我々と見解の相違があったんですけれども、つなぎ法で名実ともになったという意味では我々も認識は同じであります。で8月30日に障害者制度改革推進会議総合福祉部会においてですね、障害当事者の方々の、思いの込められた提言が取りまとめられました。中見るとちょっと我々の納得できない部分もあります。と言いますのは、自公政権においてですね、障害者施策が後退したような書き方をされておりましたが、実際自立支援、給付これに関してのですね、報酬は大幅に自公政権の時に引き上げましたので、そういう意味ではちょっと我々納得いかない部分もあるんですけれども、しかし思いというのはやはり当事者の方々の思いというものは本当にですね、込められているんだろうなというふうに思います。で、理想としてはね、そういう方向に向かっていくというのは分かるんですが、ただ一方で現実的に財政の制約でありますとか、またまだですね、社会的にそこまで、なんて言いますかね、雰囲気ができてきていないということも事実あるんだろうと思うんです。だから基本法も改正をしましてね、そういうふうに啓蒙もしていかなきゃいけない、こういうことだろうと思うんですが、一足飛びにね、総合福祉法といってもまだ総合福祉法が何なのかがよくわからない、骨格も何もないんですよね。でこれ障害福祉施策だということは間違いないんだと思うんですね、総合福祉法が。ということはね、自立支援法を全く廃止して違うものを作るって話になると、どういう形のものが出てくるかっていうのが全然わからない。そこで実は当事者の方々も不安を感じておるのもこれ事実なんです。自立支援法と全く体系の違う障害福祉サービスが始まるってことになれば、負担はどうなるんだとかね、それからどういうサービスが受けられるんだとか、そもそもサービスを受けるそのメニューっていうのはどういうふうに決まるんだとか、これはもう大変な混乱が生じると私は思うんですね。でそこで応能負担という一番の問題は、これは解決した、そういうふうに大臣今おっしゃられたであるならばね、後の部分も自立支援法というものがあるんだから、これをね、いいふうにさらにリニューアルといいますか改正をしてね、
まあ、我々とこの部分では障害者施策進めていこうというのでは別に問題がね、問題意識が違うというわけじゃないんですから、共にこの部分は自立支援法をベースにね、進めていけばいいんだろうと私は思っておるんですが、大臣も同じ思いであるならばそうだというふうにお答えいただければありがたいんですが。小宮山大臣。8月30日に障害者制度改革推進会議の総合福祉部会で提言がまとめられました。でこれはご承知のように障害当事者の方にたくさん入っていただいたものですので、ご希望がたくさん詰め込まれているということはよく分かる内容だと思います。そういう意味ではですね、おっしゃったように財政事情ですとか、あるいは地方自治体でのいろいろな実施の、を円滑にすることとか考えて一度にはいかないということは私もよく分かっています。そういう意味では段階的計画的になるべく多くの思いを実現したいというふうには思っております。ただおっしゃったようにその障害者施策を充実させたいという意味では党派を超えて同じ思いはあると思いますので、自立支援法をこのつなぎ法にした中で、そこが活かせる部分と、新たにそれでも他のものがあるということはお分かりだと思いますので、そのあたりをどうするのか、これまでも障害者制度の改革というのは超党派の議員立法で障害者虐待防止法ですとか障害者自立支援法、児童福祉法の一部改正とかいろいろ行ってまいりましたので、おっしゃるように今思いは同じだとおっしゃったので、与党ともそれから与野党ともに各党とご相談をしながら、なるべく円滑に、でもなるべくその当事者の方の思いも叶うところは叶えるようにしながらやっていければいいというふうに思っております。田村憲久君。まあ、ですから改正後の自立支援法をベースにね、残された課題というものをしっかりと与野党で話し合ってやっていくということでいいんですよね。小宮山大臣。今与党の中でも議論が開始をされたところだというふうに聞いておりますので、これは与野党ご意見を伺いながらどういう形でするのかを考えていきたいと思っています。田村憲久君。なかなか自立支援法をベースにって言ってくれませんね。いや全く新しいものを作るって言ったら本当大混乱生まれますよ。これもうあと2年ないんですよね、事実上法律出してくるには。全く違うものができちゃったら本当にね、障害者福祉大混乱になるわけでありましてね、そこは現実的な対応というものを大臣もやっぱりお考えをいただかないと。野党の間はね、好きなことをおっしゃってても責任はないんでしょうけど、今与党で政権握ってるわけですから、もし混乱が起こったときには責任が生じるわけでありますので、もう一度お聞きしますけれども、現行制度、改正された現行制度をベースにより良いものを作っていくということでよろしいですか、理解で。小宮山大臣。同じ繰り返しの答弁になって申し訳ありませんが、今与党でもそういう検討が始まったところですので、田村委員のお考えはよく受けたまわります。それでなるべく円滑に与野党で進むように私の方としても努力をさせていただきたいと。それはこのつなぎ法をベースにするのか新たな法律を作るのかっていうと、まるでちょっと対立みたいになってしまいますので、それはどういう形が良いのかも含めてしっかり相談をさせて一緒に進められるように最大限努力をしていきたいと思っております。田村憲久君。いや全く違うものが出てくれ、ほらもう対立になりますよ、当たり前の話でそんなことはちゃんとご認識をいただいてですね、これからお進めいただきたいと思います。まあ、これからもしつこくこのことは我々質問していきたいというふうに思います。民主党の中にもいろんなお考えがあられると思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。続きまして今TPP の議論がなされました。民主党の中にですね、山田元農林大臣がトップになられて作られた TPP を慎重に考える会という会があられる、まあ、超党派なのかちょっとよく分かりませんけれども、民主党の議員もたくさんですね、この中に署名をされておられるということなんですが、政務三役入っておられるか入っておられないか、お一人ずつ簡単にですね、お答えいただければと思います。小宮山大臣。この慎重に考える会には参加していません。辻井副大臣。これまでのところご指摘の会には出席しておりません。出席してない、入ってない。牧副大臣。形式的手続き的には入っておりません。藤田政務官。参加しておりません。辻政務官。
津田政務官、慎重に考える会には参加しておりません。田村典久君。辻副大臣、今一回も出てないって話でしたけども、そもそもこれ加入されてるんですか。辻副大臣、参加してないということでございます。田村典久君。厚生労働省の三役の方々はどなたも参加していないということがよく分かりましたが、そもそも大臣ですね、今もお話あったんですけども、TPP の問題は、医療界、労働界、いろんなところが厚生労働省に関わる部分でですね、それから食品の流通もそうでありましょう、心配をしております。で、今もお話がありましたけれども、やはり自由診療的なものがですね、アメリカは基本的にそういう国でありますから入ってくるんではないか、すると当然混合診療という問題が出たりだとか、それから医療保険という公的医療保険制度自体が瓦解をしていくのではないかとか、それからさらにですね、株式会社が入ってくるという話になれば、もう完全にそういう意味では自由市場に近い形に医療がなっていくだろうというような心配もあります。それから医師をはじめとするですね、医療関連業種の方々、資格、有資格者ですよね、これに関しても人材が入ってくるんじゃないか、一方で単純労働者が入ってくるんじゃないか、こういうような話も心配もあります。食品の部分では我が国の食品のいろんな規制というものがあるわけでありますけれども、そういうものを飛び越えてですね、これを輸入しろ、入れろ、こういうような心配があるのではないか。事実、BSE の問題ではね、20カレーの問題、30カレーの問題っていうのが、今、厚生労働省でも、いろいろと議論を始めたという話でございまして、これも TPP へのね、参加のための、実は入り口なのではないかと、うがったのかどうかわかりませんが、報道もなされておりますよ。で、そもそも、この TPP に、議論にね、参加するということ、これ自体は大臣はどのように思われてますか。小宮山大臣。私は何回か申し上げているんですけれども、参加することは私は必要だというふうに思っています。それは今いくつかの懸念をおっしゃいました。確かにそういう懸念が本当にあるのだとすれば、しっかりとその健康とか食品とかそういうことに対しては対応しなければいけないと思いますが、交渉に参加をしないと詳しいいろいろな情報が手に入らないと、そういう意味では、詳しい情報をちゃんと手に入れて今枠組みを作っているわけですから、そこを作るところに私は参加をすべきではないかというふうに考えています。そこでしっかりとその、手に入れた上でですね、今少なくとも外務省からの情報によれば、今おっしゃったような、医療のことですとか、外国人労働者のこと、食品安全のこと、懸念されるようなことは今は議論はされていないというふうに認識をしていますけれども、交渉に参加をして具体的な中にはお化けという人もいますけれども、こういう心配があるんじゃないかということを膨らませるよりは、実際に具体的な材料を手にして交渉をすればいいと。私はそれで交渉の結果、大きな懸念がたくさんあるとすれば、そこで入るのをやめるという判断もあるというふうに私は考えています。田村典久君。そもそも民主党のマニフェストに TPP なんてことは書いてなかったんですよね。全く意識がなかった。アメリカとの、FTA っていうのはいろんな議論はありました。この TPP の問題というのは、大きく言えばアメリカとどうするかという問題が一番のポイントだというふうに私は認識いたしております。なぜならば他の国とはもうすでに EPA、FTA 結んでいる国もありますし、現在バイで交渉中の国ばかりであります。アメリカだけが何の議論もできていない。ですからアメリカ、一番日本にとって大きな市場である、このアメリカと自由貿易をどう進めるか、これは確かに産業界は大きな課題でありますから、アメリカとどうするか、なかなかアメリカが日本とはバイでやっていただけなくなってきてますからね、いろんな問題があって。そういう意味で TPP で、アメリカにしてみれば TPP の枠組みで日本を引きずり込んだ方がややこしいこと言わないだろうというのもあるのかもわかりません。ただね、あまりにも TPP に交渉に参加するのが遅すぎる。もうすでにどんどん話は進んでいってます。この時点で入ってももう時間切れですよ。でましてや入って途中で今やめること選択もあるという話ありますが、今日米関係でね、参加はしたけどやめるなんてことが本当に許されるのか。いや、やめるのは勝手でありましょうけれども、やめることが日本の国にとってどんなダメージになるのかということを考えれば、一度交渉に参加すればですよ、これ事実上もうやめられなくなっちゃう可能性の方が高いんじゃないのかなと思うんです。で、今懸念されている問題というものは外務省から聞く範囲ではあり